頑張らないとね。ビアウーマンって言って曲だよ。あ、そうなんですか。エコーで。エコーじゃなくていいです。恥ずかしい。お願いします。いただきます。ディアウーマン。おはようございます。9月12日水曜日、時刻は朝10時を回りました。この番組では朝の一息つけるリラックスタイムに幅広い世代の女性必見の情報をお届けいたします。パーソナリティは私阿部由美です。司会やラジオなど声の仕事をしながら2人の息子の子育てを楽しんでいます。この後10時30分までぜひお付き合いください。それではディアウーマンスタートです。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオから生放送でお送りしています。毎週水曜日朝10時放送のディアウーマンは、日頃から頑張っている女性の皆さんへいろいろなテーマでお送りする応援トーク番組です。今月はママパーソナリティ月間と題して、毎週スタジオに子育て中のママさんをゲストに迎え、ママ目線でのトークをお送りしていますよ。今週はですね、毎月県内3カ所でママとベビー&キッズのためのイベントゆるりを開催しているゆるり実行委員会の、リエさんとことちゃんにスタジオに来ていただきました。そして今週のトークテーマ、私らしい働き方、私らしく仕事をして、私らしく楽しみたい、ママも家族もハッピーになれる働き方についてトークをしていきたいと思います。FM ギノワンではツイキャストユーストリームで動画をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見れますので、ぜひチェックしてみてください。そして皆様からのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは797@fmginowan.com です。ぜひ気軽に送ってください。お待ちしています。これすいません、メンテナンス、毎週3水曜日は10分間メンテナンスが入るんですよ。そう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 、あでもこれも動かないね。あ、でもうちゃんのYouTubeとUstreamも今配信してる。あ、どこカメラ、これ、これです。あ、これじゃあYouTubeだったらまたあれだね、ちょっと時間が、時間置いてまた発信だよね。さっきのさメッセージさ、メールさ、安室ちゃんの曲を行く手前にガンって入れていい？はい。メッセージどこだったっけ？じゃあ始まります。はい、メッセージ来てたの、素敵な、行きます。ギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオからディアウーマンをお送りしています。さあ今週のトークテーマなんですけれども、私らしい働き方です。今日はスタジオに、ゆるり実行委員会のリエさんとことちゃんにも、遊びに来てもらっていますので、3人でね、この私らしい働き方っていうテーマでね、ちょっと話していきたいなと思っています、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですか、どうですか、私らしい働き方って、うんうん、一応なんか私が思うにいいよ、このなんだろう、やっぱこの仕事だけに優先じゃなくって、うん、やっぱりねママだから、うん、やっぱりこの家庭とか子供のとかね、うん、旦那さんのそういうの時間も大事にしつつ、
でも自分が一番我慢しないでっていうか、うん、なんかね楽しんで仕事ができたらなって、うん、一番理想かなって思うんだけど、はい、うん、そうだねそうだね、うん、そうですね、うん、できる？うんとね、じゃあ私からリエから話していいですか？ゆるりをやる前は、うん、フルタイムでもケアマネの仕事をしていたってお話を、うん、前のゲストの時に話したんですけれども、 その時はやっぱりね、うん、8時半までにはタイムカードを押さなきゃいけない、うん、5時半にタイムカードを押して子供を迎えて買い物をして夕飯作ってって、もう毎日がもう目まぐるしくって、うん、あねで、すごいね毎日が大変だったんですよ、うん、なので安定した収入がもらえてはいたんですけれども、うん、心の余裕がなかったのがあの頃、うんうん、でそれから第二子が生まれて、うん、あみたいな、うんうん、私これでいいのみたいな、うん、でまず初めに気づいたのが、子供たちは今しかない。そうだよね、1歳の時とか2歳の時って子供って今しかないじゃないですか。 その時にもう目まぐるしくて毎日が大変だと、子供の成長を、ちゃんと記録ができないっていうことに気づいて、うん、今はちょっと旦那にお願いをして、甘えちゃおうって思ったんですよ。なので専業主婦、あと、専業ママっていうのはもうお仕事って捉えてもらいたいって旦那にお話をしました。24時間365日、それが、まあ、子供が20歳になるまでって考えると20年間、寝る時間もない時もありますよね、うん、0歳のお子様ってまだリズムが整ってないので、夜中も起きて授乳してってなると体を、なんていうのかな、そう時間を上げてまでも子供を育ててるので、なので旦那にその話をして理解をしてもらいました。まあ産後だと、ホルモンバランスの状態もちょっとバランスが悪かったり、うん、骨盤も開いてたりすると、うん、まあ、無理するとねまたお母さんにも負担が来るので、まずその話を旦那にして理解してもらって、じゃあちょっとゆっくりしてもいいよっていうお話をいただいて、うん、それから自分の体も休めながら、第二子を産むことがまずできました。うん、うん、でもその後に来るのがやっぱり経済的な面ね。そうだよね、うん、旦那だけの今まではね共働きで頑張ってたので、そう安定した収入があったけれども、うん、私が休むことによって旦那だけの収入になる、うん、したらやっぱうん、そう私そうですよ今、うん、でもねきっと大丈夫大丈夫、私が今大丈夫だからどうやってそこまでいけたんだろうと思って、うん、でそこからまず、うん、子供が0歳あとね何ヶ月だったかな、8ヶ月か6ヶ月ぐらいの時に、自分でフリーのベビーマッサージをしようと思って、うん、講師をやろうと思って子供を連れて、ワンコインからスタートしたんですね。でそこからなんですけど、少しずつやっぱりやればやるほどアイデアが生まれてきて、うん、あこういうふうにやったらもうちょっと、ま、みんなも楽しいし私も収入増えるから楽しくなるかなっていう形で、うん、もう本当に階段を一歩一歩上に登るような感覚で、うん、少しずつ積み上げてきたのが今につながってます。じゃあこの何資格ってこうね、ベビーマッサージの資格を、うん、もう元々持ってたので、うん、長男の時にお勉強してたので、うんうん、でまあなぜそれをしようかと思ったのは、うん、第二子を連れたままできる仕事がしたかったんですよ。第二子を連れたまま、0歳の子を連れたままケアマネなんてできないですよね。で連れたまま、まあ、介護の仕事もできないので、じゃあこの子を連れてできることは今何なのかなって思った時に、あベビーマッサージの講師だっていうことで、今できることから始めようって思ってやり始めたのがどん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 広がってきて今に至ります。長かったですか？長かった。だから旦那も笑いながらね、リエにだいぶ投資したよなんて言うよ。でもやっぱりね、ねえことちゃんね、やっぱ家族の協力って必要だよね。必要ですけど必要なんですけど、うん、ね旦那さん、うん、マッキーは大丈夫だけどさ、うん、まあ旦那ね旦那さんもそうそうそう、それぞれだからね、あのうちの旦那は言うと、うん、まあいろいろとコミュニケーションも取れるので、うん、あの
うまく、まあ、できるんですよね、うん、でもそれまで一応時間かかりました。やっぱり旦那さんもプライドもあったり、うん、お仕事も忙しかったりするので、うん、この噛み砕いて話しするっていうのが、うん、やっぱね何年かかったかな、8年くらいかかったかな、そんなに、うん、そう私はさ、私のうちの場合はさ、うん、多分この理解はしてくれる旦那さん、うんうん、だけど何経済的な援助っていうの、うん、その応援みたいなのは、うん、またそこはまた別問題で、もうママがさ、じゃあ私が一人で、うん、一人でっていうかこの切り開いていかないといけないみたいなさ、うん、人もやっぱいるよね、うん、いると思うわけ。じゃあそういう時はどうしたらいいと思う？今すごい感じるのが、うん、あの時は私一人でがむしゃら頑張ってたんですよ、うんうん、もう誰にも頼らず、うん、みんなに迷惑かけちゃいけない、うん、私が決めたことだから、うん、私がやるって思って、うん、思ってる思ってずっと体が苦しい時も、うん、まあね女性だからもういろいろあるじゃないですか、うん、でも起ききれなくても這い上がってガーってやってたんですよ、うん、でもパッと周り見たら、うん、仲間がいっぱいいたんですよすごい。なのでなんでリエさんこんな体がボロボロになるまで一人でやってたのみたいな、うんうん、なんで声かけてくれなかったのって言われた時に、うん、反対に申し訳ないと思いました。なので周りに頼ってもいいとも甘えちゃって、それが友達だったりもしくは親だったりとか、うんもううん、だからもうね仕事でお子様を誰なんか預かってもらえる方がいなかったら、うん、もう親にごめんこんなだからちょっと少し預かってくれるって言ったりとか、うんうん、また周りの友達に、うん、あのちょっとラジオで子供が熱出したんだけどってやったら、うん、あの預かってくれるっていう一言、うんうん、であの次回私何かできるからって言って、うん、なんか物々交換しようねみたいな形で助け合うことも必要かなと思いました。だから、うん、私がすごいがむしゃらにガーってやってる時は周りが本当見えてなかったので、うもう絶対ゆるり成功させるって言ってもガーって動いてたので、本当周りがみんなリエさん何か手伝うよって言ってたらしいんですけど、うんうん、全然聞こえてなかった。うん、だから立ち止まってあの周りを見渡して見るのもいいのかなと思います、うん、それで出会ったのがことちゃん言ってた？リエさんって言ってた側かな、もしかして。いや私ちょっと客観的によくやってるような私と思っては見てました本当に、うん、じゃあ助けもね借りながら、うん、でも自分このまま進んでいいのかなって、なんか家族犠牲にしてとかさ、うん、そのマイナスの方向ばっかり、うんうん、なんか考えちゃうね、うん、この模索の時期って、うんうん、それを、うん、自分のこのマインドっていうのをなんか変えなきゃいけない、うんうん、そこも大事、私必要、ね、抜けます、そのうち抜ける、うん、私もありました本当、うん、このままいいのかな私もさとかずっと思ってる最近、うんうん、大丈夫、私もずっと思ってた、はい、本当抜ける時が来る、うん、ありました、うん、私もちょっと勇気出た本当あとはねやりたいこととか、うん、自分はこういうことができるよっていうことを発信したらいいんじゃない。あそうすると他から仕事の依頼が来るだろうし、うんうん、あそういえば由美さん声綺麗だよねって、うん、そういえばねなんか司会お願いしようかなとかきっと来ると思うんですよ。なので自分の SNS で自分はこの声のお仕事をしていますと、うん、まだまだあの活動いっぱいできてないけど、うん、あの時間がいっぱいあるのでいつでもなんかお仕事待ってますみたいな感じでバッと上げた方がいいと思いますわかった、うん、そして人といっぱいつながっていくのが一番いいんじゃない。そうだね、で名刺にもあの名前だけじゃなくて、うん、もうこういうことできますって、うん、声のお仕事でってやれば、まあそういえばって言って、うん、すぐね名刺を出してきて、うん、あってつなげてくれると思うので、なんか遠慮してた、うん、ちょっと今また模索中だったから本当遠慮してあえて言ってなかった。今言った方がいい、言った方がいい言った方がいい。もう私は言いまくっててリエさんに拾われました、うん、本当コトちゃん拾ったね。あの言ってく言ってくじゃん本当あの今でも本当覚えてるんだけどそっか、うん、じゃあちょっと言っていこう、うん、今ねごめんなさい今日ね、はい、メッセージも実は来てて、はい、はい、みーさんメッセージありがとうございます。ゆみさんおはようございます。今日は安室ちゃんの歌のリクエストをお願いしたいです。
ということでメッセージ来てます。いよいよ今週末で安室ちゃん引退ですね。最後に沖縄に帰ってきてくれることが嬉しいですね。リクエストの曲はファイトトゥギャザーですね。アニメワンピースの主題歌ですが、朝仕事行くときに車で聴いて気合を入れて頑張ろうっていう気持ちになる歌です。よろしくお願いします、ということでリクエスト曲もいただきました。それではみーさんのリクエスト曲、安室奈美恵さんでファイトトゥギャザーお送りします。頭から見てるんだ、すごい。そう、ここにとね、この FM ギノワンのもうすごい、ね、ヘビー、ね、ヘビーユーザーで、ヘビーリスナー、ヘビーリスナー、うん、そうそうそう、そうなんだ。嬉しいね、マミさんも見てくれてるんだね。ね、すごい。アンテナ立てるのと配信って大事なんだ。なんか気にしちゃう、なんか活動できてないのにって、うそー。私もさ、本当に何もできてない時に。勇気いるんじゃないですか、うん、言われた、ある人に、じゃあリエさんいつなったら完璧になるのって言われて、ああみたいな。だからリエさんはリエさんでいいんだよって、リエさんのことを好きだからこそ寄付する、リエさんのことを好きだから賛同する、力を貸す、それでいいんじゃないって、リエさんが完璧になってから、何かしてもらおうってなるともう全然無理だよって言われて、で、あ、そっかって言って、だから成長、これから成長自分もするってことも含めて、うん、今から頑張りますので、こんな私ですけど応援お願いしますって、動いた方がいいよって言われたわけ。みんな一緒だよって言われて、もう最初からもう私できますみたいな、出なくてもいい、そう、そしたらこんなになっちゃうから、ね、できないけど今ある力を一生懸命やりますって言って、そうそう、やって、きっとこの私も全然できてないけど、ゆるりの能力だけではなくて、その他 の、 自分 の、 なんていうの、人柄で、おもてなしとかしたらいいと思う。だから私は酒が好きだから、みんなで飲みに行ったりとかしておもてなししたりとか、人と人をつなげるのが好きだから、そうやってつなげたりとかしてるわけさ。だから大丈夫だな。こつちゃんに今度話聞いて ね、こつちゃん、私はもういっぱい喋りすぎだよ。こつちゃん、どうって振っていい？振った方がいいよ。私？私ね、ゆるり、ゆるりを拾われた話じゃないかな。そうだね、リエさんに拾われた話から。そうだね。途中で曲切りますか？ね、トークの方ね。途中で。どうしようかな。ね。今でも覚えてるから、私仕事したくない、出勤する時間もったいないとかでずっと言ってたからね。はい、これから。ギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオからディアウーマンをお送りしています。後半も引き続き私らしい働き方をテーマにお送りしていきます。ね、ツイキャスにちょっとコメントが、入ってきてます。ご紹介します。まずこれかな、マミさん、テドコンマミさん、ありがとう。アンテナ立てるのと配信って大事なんだなって来てますね。もう私も今リエさんから話聞いてね、発信しようと思った、キャーって来てるって。大塚健二さんからも来てます。声だけじゃなく美人さんです。あ、お三人さんです。スリスリ、マミさん嬉しい。ユミさん本当声綺麗だなって、もう、うん、そういう声を、うん、もう励みに、うん、力に変えていけたらなって思ってます。大塚健二さんありがとうございます。本気で向かい合ってる時、何かあれば人に出会えるようになっている、うんうん、何かあれば人に出会えるようになっている、うん、父が言ってました、はい、そうだと思います。必要な人とね、本当に合うよね、うん、合う、合いますね。ことちゃんもね、さっき話で、うん、リエさんになんか拾われたっていう話エピソードあったんだけど、
そうなんです。私、うん、独身の時はフリーターで生き抜いてきて、うん、あ、埼玉出身なんですけど、うん、大塚さんも埼玉から聞いてるって一緒だそれ埼玉出身で、うん、もう沖縄フラッと来て、うん、結婚してちょっとしばらく専業主婦で、うん、でも働く2人目生まれた後に働き出したんですよね、うん、ちょっと、うんうん、でもなんか1年目はなんか、まあ、ちょっとお金のため、うん、でも 2年目にあもう自分の時間もない子供といる時間もない、うん、でも家のことやらなきゃいけない、うん、でやめ結構とことんまでやったんですけど、うん、ちょっと待って私こういう働き方は私に合ってないって、うん、それもやっぱり朝8時とかに待機、ねうん、をしてタイムカードをして帰りは4時とか5時とか、うん、でちょっと夏の仕事だったんで夜7時のシフトとかもあったんですよ、うん、そこから家帰って無理じゃないですか今の大変で私の性格上あのボキッとする時間がないと無理なので、うんうん、ぼーっとする自分の時間もないともうダメなんですよ、うんで私こういうフルタイムも無理だしだから家開けることも無理だし、うん、子供との時間考えるといろいろ無理だし、うん、そしたら3ヶ月ぐらい何もしたくないって言い出して、うんうん、でまあちょこちょこゆるりの託児は入ってたんですけど、うん、あの他のお仕事をしてたので、うん、もう何もしたくないって去年の3ヶ月ぐらい言ってる時にリエさんもちょうど、まあ、ゆるりをもうちょっと大きくするって時で、うん、ねことちゃんでもリエさんの大事なのコトちゃんパソコン楽しくいじれる人って言われて何その質問って思ったんですけど、なんかちょっと私パソコンちょっと見てるのきつくてって言うから、うん、パソコンは全然ずっと好きだから作業を見れるよって言ったらゆるりの仕事やらないって言われて、うん、みたいなですごいタイミングだね。そうです、うんね、ちょうど飲んでる時だよねそれもね一緒にワイワイ去年の12月、そうそう3年前から知り合いなんですけど、うん、飲み出したのは去年の12月ぐらいで、飲む人って知らなかったんですよ、うん、その当時、うん、隠してた隠してたあの多分ママの顔だから周りに見せちゃいけないっていうのもあったのかなっていう建前もあるじゃないですか。で私は飲んでたんですけど確かに飲んでるところはあの去年からやっと旦那にお願いしますもできたんで、うん、預けて飲みに行けるようになったんですよ、うん、それまではなんか自分もやっぱり自分でやらなきゃいけないが大きくて、うんうん、そのよろしくっていう旦那に子供をちょっとよろしくっていうのができるようになったのが去年からなんですよ、うん、でその時に、まあ、声をゆるりのかけてもらったのかけて、うんうん、でまあことちゃんもね二児の母なの で、うん、その住んでるところが南部私が中部なので、うん、行ったり来たりするのも大変、うんうん、なのでフレックスでいいので、うん、あのパソコンで、まあ、お仕事をしてちょうだいと。だからリモートでの仕事ワークだよね、うん、もう在宅でみたいな感じでやってもらって、うん、でそれから少しずつ、まあ、やりたいことも2人で力を合わせて大きくなってきたので、うんまあ、今お互いでねやり取りしながら、うん、たまには、まあ、外に出て営業しに行ったり、うん、たまには中に入って作業をお互いでしたり、うん、っていう中で、ゆるりの仕事をさせていただいてます。じゃあそれはもうリエさんにとっても、うん、この、ね、パソコンの部分をじゃあコトちゃんにお願いをしたりとか、うんうん、2人いいバランスで、うん、そうですね、お互いないものが、ね、補えてるっていう感じだよね。そうなんですよね。なので私もだから昔のその一人で何か やらないといけないっていう気持ちのままだとことちゃんに声かけられなかっただろうし、うん、でことちゃんからも私なんかね仕事やりたくないんだよねでも何か収入欲しいんだよねなんかないリエさんっていう声を私がキャッチできたこと、うん、アンテナ張ってたからなんですよね、うん、きっと。もし私がアンテナ張ってなかったら、うん、ことちゃん無理でしょう生活のために何か仕事しなよって私絶対言ってると思うんですよ、うんうんうん、だけど私がそこであこういう感じでお母さんに負担をかけないで、うん、ちょっとねあの収入も上げられて、うん何かちょっと仕事をしてくれる人いないかなってずっとアンテナ張ってたから、うん、ことちゃんの言葉をキャッチできたのかなって思ってます、うん、今考えると。アンテナ張ってたら、うん、絶対って言ったらもう怖いけど、うん、どこかの場所にさ、うん、キャッチしてくれる人が、うん、絶対いる。いますね。言ったり思ったりしたり、うん、信じたいねそれね、うん、そ
でね、面白い話があるんだよね。チャンスはね、うん、あの前髪だけしかないっていう話を聞いたことあります？何それ？チャンスは前髪しかない。だから目の前にチャンスがバーッと来たら前髪しかないので、うん、前に来た時にギャッと掴まなきゃ掴めない、うん、通り過ぎちゃったらもう後ろはツルピカピンなので、うん、あのなんていうのかな、掴めない、うん、掴む時にもう滑っちゃって掴めないっていう話を聞いたことあるんですけど、うん、私はね前髪もないと思う、チャンスはもうすぐ前に来た時にもう両手でガチって掴まないとあのチャンスでポンってすぐ逃げちゃっていくと思うので、う前髪すらないと思いますぜスキンヘッドはねもうねちょっと我慢するはい、じゃあね、今日またこのね、リエさんとコドちゃんがまたやってるゆるりがね、ちょっとねまた告知をしたいんですけども、ぜひそんな元気なパワーもらえる2人がいるイベント、ぜひまたみんなねお出かけしてほしいなと思うんですけど、今月9月の21日金曜日、ゆるり南部ということで富城の、富城かな、富城市社会福祉センターで行われます、開催されます。そして9月の27木曜日はゆるり中部で、浦添の手だこホール市民交流室で、いずれも10時から15時まで開催しています。入場無料、そして駐車場もあります。そしてなんと無料の託児もね、やってくださるお母さん方いますので、ぜひまた楽しみ遊びに行ってほしいなって思います。待ってます。はい、はい、また、はい、来週まで、はい、ごめん時間がなかった、早い早い。